はい、皆さんこんにちは、こんばんは。前回ヒマシ油と重曹を混ぜて手のシミに塗るとシミは取れるのかしばらく試しましたが、ほとんど効果を得られなかったので、今回はカソーダで12日間ほど試してみました。さて効能は。はい、前回はこの重曹とヒマシ油を混ぜたものを使いました。しばらく塗りましたがね、ちょっとなかなか効果が出ず、今回はカソーダを使います。成分はほぼ同じのようですね。メイドイン USA です。匂いはほとんどしません。確かに重曹プラスヒマシ油と当然似てますね。おっと、ちょっと多いですね。絆創膏を貼ります。洗い流しますね。ほとんど効能はないようですね。今回はカソーダに期待します。1日に2回塗りました。腕は日焼けしてますね。まあ変わりませんね。中心部分がね、少し薄くなったような気はしますね。ね、ちょっとね、なんとなくですけど、まあ続けます。極端な変化はないようですが、カメラのアングルや照明の当たり具合でかなり見え方は変わります。薄く見えたり濃く見えたりと様々です。シミが壊れて分割なってきたようですね。少しね、10日目に入ります。ぼちぼち薄くなってほしいですね。画面では分かりづらいですが、シワになっているようです。
はい、最終日ですね。少し薄くなったような、なっていないような、変わらないような、ちょっと分かりづらいですけどね。今週プラス重曹で一時的に少しヒリヒリとした感触、また痒みがありましたが、この火葬場では痛くも痒くも全くありません。なかなかしぶといシミですね。これは取れないかもしれませんね。シワができてかさぶたになって自然に剥がれ落ちるのがベストなんですけどもね。